はい皆さんこんばんは安田野由美です、えー、自民党のですね、えー、裏金疑惑がですね非常に大きな影響を与えておりますがそれがですねどんな影響を与えていたのかということが露呈する、えー、事件がありましたそれについてお話ししたいと思います、えー、表面的にはね、えー、検察の追及が中途半端に終わり大惨め動してネズミ3匹みたいなことになってますけれども、えー、それだけではないわけです。 そのこの過程でですねやっぱみんなあのぶち切れてる <laughs> 何ぶち切れてるかっていうと政治資金規正法に違反するとか優先とか思ってる方どのぐらいいるのかな分かんないけどよく分かんないよくわかんないんだけど少なくともですね裏金を作っている。裏金何それでそれでその本来ならばえ表のお金として政治資金報告書に記載しないといけないはずのものを。 自分のポッケに入れてる。それ脱税じゃん。で。それはね。めちゃ腹立ちますよね。私も今。確定申告をしてるんですも。もし。もう本当に税金のない国に行きたい。で <laughs> 私は本当に毎年泣きそうになりますけれども。えー、もう本当にね、真面目に税金なくせませんかね。そしたら、その手を党に入れます。税金なくすという党に入れる。 <laughs> というぐらい辛いじゃないですか。辛くてさそれでほんでそれであらゆる金をさみんなも一1円残らず巻き上げられて明らかにされてねそれそれ巻,き巻き上げられるわけですよ本当もう巻き上げるっていうぐらいの勢いですね。だって税金はいくつあるんですか所得税法人税消費税それからししまだ社会保険がなんかいっぱいあって負担率がですね所税負担率がもう5割を超えてるってですね 所得の半分全国民の半分のを持っていってるみたいな。でそれをですねさらにインボイス制とか導入しやがってふざけんじゃねえよみたいな。めちゃくちゃ面倒くさくなっちゃったじゃないかっていうことを吐きそうになってます。吐きそうになってるところにさ「引き出しに2,500万円入ってました」とかって「ああいうだ」とか言ってるんですよねもう。<laughs> ラメトンかっつってね。で谷川さん。 あのお辞めになった方なんかこれは触っていきなり怖いお金じゃってずっとそこに何千円も貯めてたとかあのお捕まりになった池田さんなんかねひょっとしてマンション買ってたとかも言うんですけどそれ脱税すごい脱税じゃないですかなのに税務署なんだか知らないけど全然つっくまないでしょおかしくないちゃんと税務署踏み込んで取ってよ怒りますね でそこがやっぱねあのー、この何ともいけないだけんなっていう感じのです、ね、根源ではないかと思うんですが私はだからあの、えー、是非ですね税金を廃止する税金出しで国家を運営しますっていう党にですね出てきてほしいなというふうに思うわけですよ。で、えーまあ、そんなこんなでですね、あのーまあ、その深い深い怒りが、えー、こう込み上がって。でも よしじゃあ次は立憲民主党に入れようって人は何人いますかね <laughs> 共産党に入れようって人は割と増えたみたいですねで赤旗が赤旗がですね、えー、なんと増加に転じているとかいうわけでもなくて赤旗のですね「新規購読者急増」とかいう記事が赤旗に出ておりました月に200人になって少なくねって感じでちょっとあれですけど <laughs> そのぐらい増えてるそうですで えー、そういう意味でですねあの、流れの変化起きてるんだけど、えー、重要なポイントとしてね、えー、既存の他の政党に流れ込んでるのかというと、そうでもなさそうであるというところがポイントだと思うんですよね。で、そので受け皿がないわけです。だかからですね岸田さんなんな <laughs> <laughs> ライバルどもがみんな、えー、この裏金疑惑でボコボコになりおって助かったーこれでわしも安泰じゃんみたいになってるのはですね野党が弱いからですねでなぜ野党が弱いのかっていうと何て言うかねその政治資金規正法とかっていうものをなんかこう今まで作ってきた仲間なんですねある意味ねそういうもの全体にね みんな嫌気ががさしているっていう面があると面あすで怖いことです。なぜなら。政治に対して人々が、あもうダ法に入れてもいいよ。こんなんもうどうしようもないよ。<laughs> 知るか。ってなってるところにですね、私に任せなさいみたいな人が出てくると、おこの人何とかしてくれるかも。いや、もう独裁してくださいってって票を入れるっていうのがナチスですからね。まあまあ、ファシズムっていうのはそういうもんなんですけどそういうことが起きかねない情勢になっている。部分的にはですね、アメリカの,そのトランプ大統領。 私はえ大統領になったら一日だけ独裁者になりますと宣言する独裁した宣言をしておりましたからやっぱりそういうものに対する人々のですね憧れが生まれかねない非常に危険な状態にいるわけですですからここは何としてもですね、えー、新しい政治の流れを作り出してその人々の怒りの受け皿を作らないといけないそういう状況にあるわけです。で、えー、前置きがなくなりましたがそこで私が、ね、非常に大きな。 意味があると思ったのが今回のですね群馬県前橋市の市長選挙ですこちらです、えー、これがその前橋市市長選挙、えー、もう2日前です、ね、日曜日に開票されまして投票が行われ開票されて、えー、こういう結果になりました小川明さんがですね6万486票山本龍さん 4万6,387票。ふーんっていう感じかもしれませんが、これはですね、びっくりーとーくらいのことなんですよ。なぜかというとですね、ここは本当、自民王国なんですね。この NHK の記事にも出てますけど、福田武雄、中曽根康弘、小渕恵三、これね、3人とも同じ選挙区なんですね。ビルも谷間のラーメン屋っていうふうに、小渕さんが言ってますが、そのラーメン屋ですら総理大臣になる。で、さらにそのですね、福田武雄の息子の福田康も総理大臣になる。というわけで、 あっという間にですね戦後の短い期間だけで4人も総理大臣を出しているっていうすごいところなわけです。で国会議員もですねこれあの1区衆院の小選挙区の1区中曽根康中曽根の安高,え高中,中,曽根の中曽根一族ですよ。で、えー、次2区伊野敏朗自民党で3区笹川義弘自民党。 4区、福田達夫自民党、5区、小渕優子自民党、小渕優子なんかも76.6%も取ってるよね。なのでみんな復活もしてないわけですよ。だから群馬県にいる参議院衆議院議員は全員あの自民党ですで。参議院も両自民党で、ね、もう一人一人は中曽根ですよ。だから中曽根県から2人も入ってる。<laughs> というようなですね、とんでもないですね。で知事も 山本言ったってやつがこれあの自民党の元国会議員というわけでですねえ自民帝国なわけですよその自民帝国ので前橋氏って群馬県の首都知ってる群馬県の県庁所在地知ってる人はい何言いますかえ前橋氏ですなのでそのそのお膝元の前橋氏にいきなりですね、えー、このさっきの小川さんが当選されたというのがですね今回の大事件なわけです。 なんでその大事件が起きたのかというとですね短絡的に考えれば裏金疑惑で起きたのねということになります。で実際そうです。この裏金疑惑がなければですねさすがにここまでの変化は起きなかったでしょう。あれしろですねそ,のそんな自民帝国でですよあの非自民のですね女性候補若い女性候補が出てきて6 4で勝つとかってっ考えられないです。 やっぱり巨大な巨大な変化が起きたっていうことその変化を引き起こした大きな圧力が今回のね裏金疑惑だるうは間違いありませんないんですがじゃあこれがどこでも起きるのかというとそういうわけでもないわけですこれはちょっと前ですけどね11月27日で高知市長選挙自公推薦の桑名隆吾氏が初当選野党系の現職岡崎誠也氏の6選幅も、まあ、長すぎたってあると思いますけども6選を ままれています野党系の候補が、ね、で,でこれじゃあ野党だったのに負けてるんですよ。でパーケン問題この下に出てますよね。パーケン記載過少記載、えー、っていう問題がもう出てるんですよ。野党追及裏金がもう出てるんだけどやっぱり国土出てるんだけど野党系の候補市長が6期続けて5戦5期続けて6期も目指したんだけど負けてるんですよね。だからどこでも起きるわけではないんですよ。でじゃあなぜ起きたのか。 という風に考えないといけない。でその時に大きなポイントになるのがですね、あのこの自民党であったということなんですねで。これ朝日新聞の記事なんですけども、朝日新聞の記事これあのよ,よーく読むと面白いこと書いてある。よーく読まないといけない。で新聞っていうのはさ時数制限が大きいじゃないですか。でしかもだからその朝日新聞が全国紙だったら前橋市の選挙に詳しい記事書けないですよね。だからえっ、ー、とこう微妙な表現になる。でここの微妙な変現をよく読みましょう。 連合群馬の推薦と共産党系市民団体の支援を受けた小川氏に対し山本氏は自民県連と公明党本部の推薦を受けており実質的に与野党対決の構図となっていたって書いてあるんですけど、えー、連合群馬の推薦で共産党系市民団体の支援だから共産党じゃないのよね共産党系の市民団体の支援しかも支援なんですよ。だから えとでしかもこれ立憲民主党出てこないじゃん。だから連合が推薦してて連合群馬だけが推薦していてで共産党とさ労働組合ってのはもう県営の中なんですよだったら自民党とも手組むはみくらいのぐらい嫌いなわけですよ。でだからそので共産党というの市民団体の支援もうこれかなり弱いですよね。だから可能だったんですけども。だからでそれでそので自民党は。 推薦なんだこっちは自民党の方はがっちりとや、ね、山本さんの方は現職の市長だった方、山本さんというのは現職市長4期目です、えー、のですね方は、えー、県連と自民県連と公明党県本部の推薦を受けていた。だから、えー、全然体制が違うんですよね。 なので実質的に対決の構図っていうわけでもないんですよね、ここはね。でもその実質的にっていうことは表向きは違ってるし構造的にも多少違ってたよっていうことなんです。それから、えー、次ですね、えー、前橋市選挙戦で前橋市職員が逮捕される関西談合事件が近年相次いだことや山橋市の多線を批判っていうことなので、えー、これね、いろいろね、副市長だったかな、だめだめいろいろ逮捕されてるんですよね、談合で。だからあの またね、この人自体がですねそういうズブズブ土建候補というわけでもないと思うんだけどでも構造的にはですね完全にその土建構造だったわけです。でそれが批判されたと。でそれで市政の刷新っていうのがやっぱりみんながですね今の今の政治を変えなければと思って市民が思った以上に多かった思った以上に言ってらですねこちらのすごい選挙に手応えあったんだけど、えー、とめちゃめちゃ強いからね敵が。 だから、えー、絶対ですね、決着するのは深夜だろうと思って、えーまあ、開票始まって、そろそろ集まって、徐々に集まって、準備しようかとか言ったらです、ね、いきなり特格が出たっていうことで、うえーとかなってたっていうぐらいの予想外だったんですよね。そのぐらいやっぱりそのでこの、この部分はね、思っていた以上にっていう部分はやっぱり、裏金疑惑の影響がやっぱあると思いますね。 で小川氏は立憲など政党の推薦を受けない市民党をアピールだここがポイントなんですね実質的に与党対立構図だっていうふうに書いてたのはだからその推薦を受けてなかったんでこの推薦を受けるか受けないかって実は結構大きいんですよやっぱりで、えー、自民党の派閥を巡る政治心拍動画の影響って問われると政治と金の不祥事に厳しい意見を言ってくれる市民もいたが地方政治には政党は関係ないと思っている政党の垣根を越えて市民のための姿勢を続けていきたいと話したっていうことなので だから与野党対立ずする気ではないように、小川さんは選挙をしていたし、おそらくですね、市民も、えー、と裏金疑惑腹立つ自民党のお気を据えてやるために入れるとかではなかったと思うんですね、もうちょっとね、あの生活大変なんで最近はねで、そういうのをなんとかしてくれる人は誰こっちの山本さんと小川さん、どっち、私がね、私が生活に困ったり苦しんだときに、山本さんと小川さん、どっちが助けてくれるだろう。 やっぱお母さんかなっていう感じがですね非常に強かったのではないだろうかっていうふうに思うわけですでそれから最後に1行だから山本氏は前回市長選で分裂した保守系を取りまとめて選挙に臨んだが及ばなかったって書いてあるからこれ大事なポイントなんですね実は前回の選挙は保守分裂選挙だったんです保守から自民党から2人ね候補者が出て、えー、分裂して戦ったんですよねなので あのでその選挙はこういう選挙でした。これウィキペディアの、えっと、前橋市の市長選挙の結果、こ山本龍さんのについてのページの中に出てるんですけど、えっと、こんなに投稿候補者が出ちゃったんですね。で、こ山本龍が41%。で、過数切ってるんですよね。で、あの岩上健二さん、47歳が、えー、3万9000すごい結構取ってますよね。で、この方がですね、自民党の、自民党、少なくとも保守系。 かなえー、でこれどうなったかというとここに書いてますね <laughs> 2020年の前橋市長選挙では、えー、前年4月の県議選前橋,市前橋市区選挙定員8から自民党公認で出馬しトップ当選した岩上賢治や元自民党衆議院議員の佐田恵玄一郎が出馬するなど補修分裂選挙となったが山本が 岩上ら新人,5人を下しし参戦を果たしたとでこの選挙で自由民主党前橋支部は、えー、保守系の候補予定者3人から、えー、推薦依頼があったことから市長選を自主投票ととしたとで山本一太もですね知事も、えー、今回では特定の候補を支持しないってことになってですね公明党群馬もですね山本と岩上から推薦依頼があったところも自主投票と言ったからもう自民党も公明党も自主投票だった。 余裕ですねでそれでまあ誰か決めてっていうことでそれであの現職の市長の山本さんがですね勝ったでもその時に、えー、こう分裂選挙があったわけなんですねで、えー、このことを指してるわけですさらに言うならですねそもそもですねこのこの,この方がですね最初に当選した2012年の前橋市長選挙っていうのも結構厄介な選挙で、えー、自民党とみんなの党 の推薦をですね受けたのがあ、えー、山本龍さんで、えー、連合群馬の支援を受けたのが、ね、現職の高木正夫さんだったんですね。で、その現職の市長を破って山本龍さんが当選してるんです。で、この高木正夫さんって誰っていうと、この人をです、ね、とじゃあ群馬連合群馬が支持してるって言ってるから、で,で支持してるってことは、えー、野党の人ですかっていうと、この人違って自民党の人なんですね。で自民党の えー、なんていうの,あの県議選とかで出てた人なんですよ。だから、えーと、県議時代ですね、自民民主党系の会派に所属してたのかな。だけど、えー、でも自民党にも入ってたんですね。で、それで2004年に県議を辞職して、自民党を離,離党して、えー、無所属で市長選挙に出て、現職の市長に勝ったということだったんですよね。だから、えー 薄いけけど自民党系の人だったわけですなので、えー、とそれを自民党の候補を破ったということで、ね、そもそも分以上のことを踏まえ以上のことを踏まえると山本氏は前回市長選で分裂した保守系を取りまとめて選挙戦に臨んだが及ばなかったって取りまとめられなかったということなんですね。分分裂裂したのが、えー分裂し を取りまとととめ切ることはできなかったとそんなことをよこんな、こんなに伝票みたいに言われてもわからんよっていう感じですよね。だから、しょうがないですね、新聞って、字数の制限があるんで、それをですね、一生懸命短くして、なんとか、なんとか伝わってねって思って、こう、送ってるわけなんですけど、回答するのが大変だわ、みたいな。で、まあ、だから、まあ、信じられない気持ちだ。えー、国会での裏金問題の影響もあったと思うとか、もあったと思う。だから、裏金問題の影響もあったっていうところがポイントなんですね。 それだけではなかったということなんですよでこっち東京新聞こちらにはですねさすがに関東の、えー、地方東京新聞なので、えー、東京新聞でもね実は皆さん知らないと思いますけど中日新聞の子会社です中日新聞なんですよ実はけれどもまあ東京新聞は、えー、関東系のことには比較的、えー、詳しく紙面が書けるので、ね 詳しく出ておりますでこれを読めば今言ったことがですね詳しく分かるようにできております前回がねだから保守自民党から3人も出ちゃったっていうので,でその時に負けた人はですねもう腹立つから応援せんわってなってるでそこがですねそのしこりが残ってしまったっていうことを山本陣営のですね戦隊幹部が言っていますで市長選で二分した戦い三分だけどね二分した戦いをしてきたので保守の中で負けた人はこちら側には来ない宿命的なものと 4年前ののこりを範囲一つに挙げたとということなんですね。で、えー、それからその,その岩盤支持層であるはずの,その経済界もね、えー、こう山本三世デジタル政策に熱心な方なんだけども、えー、市街地の空洞化だとかですね産業振興インフラ整備で十分な成果を出していないっていうふうに思われていたと。 である経営者はですね立場上小川さんを大っぴらに応援できないが山本さんのために動かないことが彼女のアシストになったと指摘するということで、ね、寝てたっていう人が結構いたみたいなんですねであのこれ昨日も申し上げましたと支持率下がって投票率下がってんですよ投票率が下がってんのに、えー、その組織力が強いはずの自民党の候補が負けたのはなぜかっていうと自民党支持者が投票に行かなかった人が多かったで裏金問題見てもう今回はやめとこってなった人ね もう今回わかるよね。選挙に行かないっていとこおるんですよね。<laughs> 自民党の支持者の人にとってのは全野党にも入れるってこ事。野党に入れたらもっと効くんだけど、だったそこまではしたくないわけですよ。野党には入れたくないで、選挙に行くっていうのは、つまり自民党の先生に入れるっていうことを選挙に行くって言うんだからえ、唯一できることは選挙に行かない。だっていう人は結構いるわけなんですね。 でえー、とで中曽根康隆衆議院議員はですね、えーと、現体制の信頼が失われていることの一つのあられが今回の選挙、保守が一つにならないと、相手がつけ込んでくれば、まま破れるという証しになったと、自戒を込めて語ったと、だから保守,保守の中でね、自民党を支持してる人々の中で自民党での支持が失われてるっていうのが結構痛いんですよということを言ってます。でね、ので政策でもね、どけんどけん、どけんだっていうわけでもないんですよ。 もちろんですね、このこれ結構すごい動画が出回っててですね、山ほど行った記事が終盤にね、えー、建設系の建設業界の方たちを集めてですね、ネジを巻いた、あのー、動画がですね、Facebook とかで出回ってるんです。これ見るとね、やっぱりすごいんですよねあ。どういうこと言ってるかって言うと、あのー、この、 知事の知事の山本さんと、えー、その市長の山本さんでね2人で話し合って「こういうプロジェクトもやってます」「まだ実現してませんけどこれは1億、えー、1,300億ぐらいになります」えー「このプロジェクトもあるのですこれもやってるんですこれも1,200億になりますここで知事が変わったらこれらは知が変わったらこれらが止まるかもしれないんですよあんな共産党系の市場じゃありだせん」って言ってたっててですねもう,もうすげえって「土顕パワー丸出しだな」みたいな感じなんだけど実は。 えー、デジタル政策には熱心なんだけど、土建の方に不熱心だったみたいなんですよね。この山本さんは。だからえっ、ー、とネジを巻くために大さんがですね、ああ土建土建土建っていうやつがつて,てですね、<laughs> なかなか見ものなので、ぜひフェイスブックで出回ってやつを見ていただきたいと思うんですけども、でえっ、ー、ともうしょうがないからね、あのそのあいつは共産党の候補だとか言い出したんです。でどこも推薦も受けてないでその連合連合の推薦しか受けてない。 っていうことなのに共産党経営の市民団体がですねあの支援しているというだけでですね、えー、そういうのでビラ巻きまくったりしてたんですよねでそれがどうもあの問題になってるようですこれあの毎日新聞に出てて、えー、と前橋市長選で見た相手候補の中小合戦政策本位の論戦をって書いてあったんですけども合戦って書いてるから両方でやっているように見えますが多分これは気を使って書いたそうしたんでしょうね、えー、と内容を見ると何って書いてあるかっていうと えー、激しい選挙戦中に相手候補への中傷に近い批判合戦に遭遇する場面がありその度に内心、えー、現代日本の県庁所在地の選挙としては昭和すぎないかとため息をついたという方が書いてあって,、えー、ってこ,れこ,れこれですねこ山本陣営がですね小川氏の子育て支援策に対しこう言ったんです子供を産んだことがない人が子育て子育て言うが本当に分かっているのかと批判した。 女性に対してねこれはもう完全アウトですね。もしもそれにですね、あの子供が産んだことがないと、お前産めねえだろ。<laughs> 産めもしないわ、ね。何を言ってるんだってことですけど、完全アウトですね。こういうことも言ってたらしいです。で、えー、でここが今日ですね、共産党が候補者を擁立を断念し、小川氏を支援したことにも山本陣営の批判が集中したと。共産に借りができる。前橋に共産系支持が誕生してしまう。ということで、 えー、反響ビラをですね巻きまくったみたいなんですねこれも多分ねちょっと問題なんじゃないかと思うんですけどあの公職選挙法違反のそもそもですね、えー、と立憲民主党と国民民主党から支援を受けたりしている人だし、えー、中道路線で、えー、共産党系の市民団体が支援団体が、えー、と間接的に支援しただけなのであってこれはまあうちょっとも でどっちかっつうとですねあので一方小川氏の陣営でも確認しようのない噂話で山本氏はそれであったこれ一行だけ書いてありますだからこれで合戦ってことにしてですね合戦にしとかないとちょっとねみたいな感じでああいう感じになったんでしょうね。で、えー、ででで,でそれでその選挙のですね分析の方を見ると。えー その共産党系の記事が、なんとかなんと,とかって悪口言いまくったりして、むしろですねあの、票が増えたのではないかというふうに言ってますね。で、これ、地元の、えっと何ていうもんだ、あのこれ、情報新聞っていう地元の新聞のですね、えー、一面をですね、えー、ちょっと知り合いの方に送ってもらったんですけども、これ、ほどですね、あの面白いですね。えー、これ、何かっていうとですね、その、そもそも、うんと、し 市長,市長選挙のです、ね、終盤に行われていた、えー、総決起集会小川さんの方ね、えー、こちらの方にですねあの、まあ、これだからリベラル群馬に所属する、えー、立憲民主党の県議が壇上に並んでる、えー、それから、えー、と支援母体のです、ね、連合群馬が見守ってるなんていうのは別に普通なわけですけれどもそこにですね えー、自民党系の、えー、高木正夫元市長73歳の姿があったとでこの高木さんはですねあのその山本さんに、えっと、参戦を阻まれた市長さんですねでそれからですねその岩上健二さんっていうこの間その前回の選挙で、えー、負けた、えー、っと自民党系の候補者のご本人はいなかったらしいんですなぜかお父さんが来てた。ででこういういすねその でしかも共産党系もですね自主的な応援をする。というわけでですねその保守リベラル革新がですねみんな並んでるみたいな、えー、これをそれぞれ五越まさに五越同州とですね立憲関係者が自分できたっていうのはこれがですね小川さんの掲げる市民党の実像だっていうふうに、まあ、これ多分。 批判してんのかな <laughs> でです、ね、実際だからこの自民党の県議さんとかねあの市議さんの中にも、えー、こっちを支援小川さんを支援した人がいるみたいです。なので、えー、ここが大きなポイントだったと思うんですよね。つまりあもともと保守ってだってさ自民党支持者って一つじゃないよね。みんな分裂してるグループがあるわけです。でこの亀裂がバキッて割れるとですね自民党だって負けるわけですよね。 このバキッと割れるっていうところに、やっぱり今回の、えー、裏金疑惑、脱税疑惑とかですね、やっぱり大きな影響もあっただろうし、それとともにですよ、この小川さんというですね、えー、県議さん、元県議さんがですね、そういう長年の議会活動などを通じて、その自民党のですね人との間にもすごい信頼回復も結んでいたということがあるわけですね。こちら小川明 えーとホームページですけれども、まあ、全体にですね、えー、なんていうんですかねその政治家感が乏しい <laughs> その4期も務めてられるベテランの政治家で弁護士さんなんですけど全体にこうなんていうかねゴリゴリ政治家感に乏しいんですよね特にまあ私がその面白いなと思ったのがやっぱこのキラキラ通信キラキラしてますね これあのなんかあの、買い物雑誌かなんかの表紙みたいな感じで、<laughs> えとこの地方議員の政治報告の中はね、中はそうなんだけど、なんとなくね、そのこう政治家感乏しくて、えー、表紙を自分で飾って遊んでるみたいな感じがしなくもないあたりがですね、非常に、えー、大事だったんじゃないかと思うんですよね。 でその必死で頑張って声張り上げてるんかこの戦うぞみたいな感じではなくてあなんか自分のことを心配してくれそうなって感じがするかどうか私が生活に困ったりいろいろ困ってる時にこの市長さんは私のことを助けてくれるんだろうかっていうところの感覚がですね私はとても大事なんじゃないかと思うわけです。でそこのところをですねこうちゃんと広げられて、えー、このいろんな人のですね 不安を受け止める受け皿になれるかどうかっていうところがですね現在のこの、えー、裏金脱税疑惑というものがですね持っている人々の怒りとか不安とかそういうものをですね政治的な力に変えていく上で非常に重要なポイントでそのあだから群馬はそういう分裂だからなのねって思われるかもしれませんがあんなことはないですよ。でかくなるとどこだって分裂するわけですよ。 でそのだからその群馬のような、えー、ともう本当にね、うん、自民党王国ですらっていうのはまさにそこなんですね自民党王国ですら自民党は複数に割れてるわけですよ。で複数に割れてないとこはですねそもそもちっちゃいんだから、えー、もっとやりようがあるわけだし、えー、その自民党で一色で染まってるように見えるところですらですね、えー、でかくなると割れるわけですから。そそううすするとですねそこうまく あの受け止めることのできる候補者がいればですねそこはこう市民党として市民対あっちっていう私たちと彼らっていう関係を作り出すことができればですね私たちの候補の方に入れるわけですね。でこの構造を作れていたっていうことが今回の選挙の非常に大きなポイントで,、えー、でしかもそれがねあの日本のもう日本保守政治の中心ともいうべき、えー、群馬県で。 そののお膝元の前橋で起きていたしかもですねオールドファッションなもうゴリゴリのね、えー、子供を産んだことがないくせに何を言うんだみたいなどうしようもないことを言うようなところでもですね平気で言っちゃうようないところでも、えー、バリバリ昭和感のあるところでもですね変革は起きているというのはですね非常に大きな、えー、ことであるし私たちの社会もようやくですねいい方向に向かって動いている側面が少なくともここにあるよと。 いうことを示す選挙ではなかったかと思うわけです。まあそういうわけでですね、えっ、ー、とそういう人間社会の構造的変化っていうのは徐々に起きるんじゃなくて一気に起きるわけですね。構造が変化が起きるときには一気に起きます。でそのことをですね、えー、表しているのはこちらの本でございます。仏さを生きる、えー、岩波書店から出ましたが絶版になっておりまして、清水さんとお二人で,でね解説動画十字架のものをつけたのを一つの機関銃で復刊しております。買い方はこちらに出ております。 それに私がですね、独自に、えー、十数時間の解説動画を新たに撮ってつけたバージョン、バージョン2も販売されております、えー。こちらのですね、こういうものをよく読んでいただくとですね、なぜこんなふな変化が起きているとかということも、えー、分かるかと思います。そういう観点からお話をしております。えー、私もですね、えー元、元教授になっちゃいましたので、こちら、<laughs> またやってしまった。元教授になりましたので、皆さんが本を買ってくれないと続けられません。ぜひともお買い上げいただけますようによろしくお願いします。 嫉妬付きマスとーズのホームページのですね私のところの下にですねこういうふうに販売ページがあってここから購入できますので是非お買い上げくださいじゃあどうもありがとうございました